皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。今まで、海外39カ国60回に及ぶ海外旅行に行っておりますけれども、初めての海外旅行で、ちょっとした失敗をしてしまったということのエピソードなんですけれども、初めてですね、海外旅行に行った時に、国際線に乗ると、なんと飛行機ではお酒が飲み放題だということで、大してお酒が強いわけでもないのに、酒がタダで飲めるなんてこんなお得なことはないと思いまして、飛行機の中でですね、飲めもしないのに、白ワインを頼んだんですね。で、白ワインがですね、その時ちょうど小瓶で来まして、瓶で来たので、まずそれを飲んで、またもう一本とか、このちょっとずつもらえるので、いっぱいこう もらっちゃったんですけど、飛行機の中ってね、めちゃめちゃ酔うわけなんですよ。で、しかも、元から弱いっていうこともあって、あまりね、気分のいい出発、初めての海外旅行なのに、行きの飛行機にあんまりこう気分がよろしくなかったということがあるので、ぜひね、皆さん、調子に乗って国際線で酒が飲み放題だな、なんて言ってね、酒を飲みすぎないように気をつけていただけるといいんじゃないかというふうに思います。